株式会社18日の小平智子です。日本の声優、和声優 の魅力なんですけども、やはりですね、非常にこうどこかで変えたことがあるような懐かしい、馴染み深いような香りのものがすごく多いかなと思います。はい、私たちがこう作っている、和声優というのはですね、ここ南会津 の里山ですね、森で採れた植物、樹木の香りですとか、それからの畑で採れた、日本のハーブの香りなどがあります。樹木の香りは、黒文字、それから杉、それからですね、匂いこぶしといったの木の香りと、それからのハーブの方は、ハッカと、それからシソなどを作っています。私たち18日というのは本社は東京にあるんですけれども、南会津の、拠点でですね、マネージャーをしております。で、普段はオンラインショップの対応ですとか、それから店舗の運営業務、あとは、ワークショップでいろいろなお客様にこうアロマに親しんでいただきたいというような、そういったご提案をしていたり、それからいろいろイベントですとか催事で県内を中心に各地で、お店を出したりしています。もともと精油エッセンシャルオイルっていうのは20年ぐらい前にこうアロマテラピーがイギリスからですね入ってきて、でその流れでこう日本に定着したんですけども、約今のところ9割ぐらいは外国産のものが主流なんですね。まあ、近年ですね、アロマテラピーというものが日本人の生活の中にこう根付いてきて、で近年は日本 その和精油というものにも非常に注目が集まっています。小学生とか小さいお子様向けにもアロマに親しんでもらったり、あとこの地域会津、南会津で実はその地元の植物を使ってアロマを作っているんだよっていうのを知ってもらうために、例えばの香りの、スライム作りとか、それからアロマスプレー作りなどをの小学生とかの小さいお子様向けにやっています。はい、私もともと只見町の出身で、高校生まで只見で過ごしていたんですけれども、やっぱりですね、只見非常にこう田舎なもので、やっぱり若い時のやっぱり都会に憧れて、一度はですね例えば福島市だったり、それから関東の方に長く出てたんですね。それで、関東の方では例えば千葉とか埼玉、東京で、エステの仕事をずっと長くやっていました。でこっちに戻ってきたきっかけというのは、もともとそのエステティシャンの仕事の中で日頃からこうアロマを使う機会というのは非常に多くて、こう仕事の道具としてアロマに親しみを持っていたんですけれども、ある時ですね、その東京のエステで働いていた時に、実はこの、地元の南会津で、南会津の、木を使ってアロマを作っている人たちがいるんだよっていうことを知って、それで自分の地元でその地元の植物を使ってアロマが取れるんだっていうことを知った時に、ぜひ私も、使う側から作る側になってみたいっていうふうに思ってしまって、それでこちらに3年前に戻ってくるような決意をしました。戻ってきて、私非常にこう都会の生活もすごく楽しくて、このまま一生都会にいるのかなっていうふうに思ってたぐらいだったんですけども、いざこう実際戻ってきてみたら、この南会津町、この田島地区に私は住んでいるんですが、南会津って今すごくこう関東に近くて、それで便利な場所だなというふうに感じています。例えばスーパーだったりとか、それから
まあ、ホームセンターもの南会津だと非常に身近にありますし、駐車場は広いですし、それからの道もあんまり混んでないので結構快適に過ごせていて、東京の、まあ、世田谷の外れの方に住んでたんですけども、そこに住んでいる時よりももしかしたらちょっと便利だし、生活がすごく楽なのかなっていうふうには感じています。南会津に戻ってきて、すごくこう毎日楽しく、思いのほか楽しく過ごしているんですけれども、やっぱり実際戻ってきて大変だなって思うこともとてもあって、それはやっぱり夏にですね、こんなに雑草が生い茂るのかって、これでもかっていうぐらいこう草がいっぱい生えてきて、その雑草との戦いはやっぱりちょっと大変だなっていうことがありますね。で、すごく今広いお家を借りて、一軒家を借りて住んでいて、本当にお部屋が広くてでも快適なんですけども、ただ本当にその雑草との戦いが本当にこれはちょっと誤算だったなって思うぐらいに大変だなと思います。あとは冬もですね、私只見出身で、もちろん豪雪地帯に育っているので、冬の大変さっていうのはとてもよくもう身に染みているつもりではいたんですけれども、実際戻ってきて自分がその大人としてこう生活をするってなると、本当にこう雪かき大変ですし、それからこう冬の寒さで2月ぐらいにですね、家の中につららができたんですね。はい、古い一軒家なのでちょっとこう寒いのかなとは思うんですけども、田島で、2月のすごい寒い日にお風呂を、朝お風呂に入ろうと思ったら、上からこうパリ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 っていう音が聞こえて、で何だと思ったらつららがこういっぱいできてたのが落ちてきて、で本当にこう分かってはいたけど、やっぱり寒いし雪深い冬の厳しいところなんだなっていうのは感じています。でただですね、その分といいますか、非常にこの地で採れる私たちが作っているアロマの黒文字の香りはですね、特にこの寒さとか雪深さがあるからこそこの素晴らしい香りになっているのかなとも思いますし、それから冬が大変な分、夏のですね晴れた日の夕方なんかは本当に夕焼けが綺麗だったり、それから朝のこう緑がとても美しかったり、毎日毎日こう自然の移り変わりっていうのを日々こう生活の中で楽しむことができて、それは本当にこうかけがえのないものだなっていうふうに感じています。奥会津って非常にこう自然の豊かな場所で、この南会津町でいうと町の面積の約 92% が森林で覆われていて、でさらにはですね、この日本全体に言えることなんですけども、世界的に見ても植生ですね、生物の多様性、植物のその種類も非常に豊富で、いろいろな種類の植物が生えているんですね。でそれは日本のこの里山の形成が大きく関わっているっていうところもあるようで、南会津も昔ですね、かつてその、林業が盛ん で林業でこう伐採した後に杉とか赤松とか植林をしたっていう、その、そういったところに、クロモジガとか匂いこぶしが生えて、でそれを今私たちアロマにしているので、まあ、この地域だからこそ取れるものがあったり、それから、まあ、雪深いからこそ生まれる香りっていうのがあるのかなというふうに感じています。東京に住んでいた時に気がついたらもう本当に1ヶ月2ヶ月全然こう土を見てないなっていう日があったり、
もう忙しくてこう空も見てないなみたいな日があったり、とにかく時間に追われて過ごしているようなもう日々が続いていて、すごく人も多いですし、街はとても綺麗なんですけども、やっぱりどこかこうなんとなくこう心は乾いてしまうなっていうのを感じることも多かったり、それから日々生きていくのにすごくこう頑張って生きていたような気がするんですね。で、南会津に戻ってきて、こう自然に囲まれて毎日を過ごしていると、なんというか呼吸ができるというか、そうですね、生きている実感っていうのをこの自然の中で感じることができるなっていうのを思います。はい、戻ってきて結構びっくりしたんですけれども、こう田舎とか地方っていうと少しこう閉鎖的なイメージっていうのも少なからずあったんですけれども、実際に大人になって戻ってきて、でこの南会津に住んでみると、一緒に働いてる方とか、あとお仕事の関係で出会う方、そういった方移住者がとっても多いなっていうことに気がついたんですね。で、私が今働いている18日の南会津オフィスのスタッフはもう3人が3人とも I ターンとか U ターンですし、それから林業の関係での関わりのある、方たちもすごくこう移住の方が多いんですね。で、地域の方も移住者をこう割とこうすんなりとオープンマインドで受け入れてくださる方がとても多くて、なんか移住者だけで固まることもなく、すごく生活の中に溶け込んで生きていくことができてるなというふうに思っています。決して閉鎖的なことを感じることは全くなく、本当にすごくこう皆さん自然に受け入れてくださるなっていうふうに思ってます。こう田舎あるあるなんですけども、私も今古い一軒家を借りて、でそこで生活をしていまして、である日こう家に戻ると、私鍵かけないで出ちゃうんですけど、鍵かけないで、仕事に出て家に帰ると、玄関に白菜がずらーっと並んでいるとか、ある日はですねキノコがいっぱい置いてあるとか、そんな感じで本当にこう周りの方が助けてくださる。で、雪の日なんかも私除雪機持ってないので雪かきが大変なんですけど、冬の日の朝に出勤しようと思って外出たら綺麗に雪がかいてあったり、あとは私が草刈りが嫌いなことを知ってか、近所の方が草刈り機で買ってあげるからって言って多分見かねて草刈りを手伝ってくださったり、本当にそういった周りの方々の優しさとか温かさで、私は苦手なこととか嫌いなこととか大変なこともなんとかこう皆さんの力で乗り越えていけてるなっていうのを感じてます。で、私自身もできることを恩返ししたりしながら、そういった方々とこうずっと長くいい関係を続けていきたいなっていうふうに思ってます。はい、この地域の魅力って月並みなんですけども、やっぱり人の温かさと、それから自然の豊かさに尽きるなというふうに思うんですね。一歩中に入って周りの人とこうお付き合いしてみると、本当に皆さん温かくて、すごくこう親身になっていろいろ関わってくださる方ばっかりだなっていうふうに思ってます。やっぱりこう自然によって大変なこともいっぱいありますけれども、自然によってすごくこう自分はこう人間なんだなとか生き物なんだなっていうのを感じる、実感することができるので、やっぱりこの地域の魅力というのは、そういった人の温かさ、その自然の豊かさによって人間らしく生きれることがすごくそれに尽きるなというふうに思ってます。大変な部分もいっぱいあります。自然が豊かっていうことは、それはやっぱり自然の厳しさもあるっていうことと表裏一体なので、そこはしっかりと覚悟しながらも
でも周りの方たちとの助け合いっていうのを大切にすれば、すごく楽しく生きていけるんじゃないかなって思ってます。はい、はい、私はですね、やっぱり一度都会に憧れて、でこの地を離れて、で戻ってきて、すごくですね、戻ってきたからこその非常に地域の人の心の温かさとか、それから自然の豊かさっていうのを本当にとてもこう感じることができたので、一度こう外に出ることっていうのもすごく選択として良かったなっていうふうに感じています。でもしその都会に憧れを持ってるとか、あとちょっとこう今はどこかに行きたいっていう、もしそういう気持ちがあったら、そうやって一度はこう出てみるっていうのもすごくいいんじゃないかなって思ってます。奥会津の植物を使って精油を作っていて、でアロマの蒸留体験ツアーとかでたくさんこう南会津にお客さんが来て、地域 の, その自然に触れて帰ってくださるんですけども、そうするとですね、もう本当にこう南会津に憧れてるんですとか、それからこんなにいい香りのアロマがあるところにぜひ一度来てみたくってっていうふうにお声をかけていただくことがとっても多いんですね。私たちがその住んでいるこの、会津、奥会津っていうのはとっても素晴らしいその自然、誇れるものがあるなというふうに感じていますので、ぜひ皆さんには地域に誇りを持って大切にして生きてきてほしいなって思います。